デイビッド・ロックフェラーは、チェイス・マンハッタン・コーポレーションの会長兼最高経営責任者を務めた、アメリカの銀行家であり、実業家であり、事前家であり、ロックフェラーや第三代当主である。デイビッド・ロックフェラーは2004年7月以来、ロックフェラー家と一族の課長の中で最も長生きしていた。彼はまた、ジョン・ディ・ロックフェラー・ジュニアとアビー・アルドリッチロックフェラーの子供で最後の生き残りであり、 ジョン・ディ・ロックフェラーとローラ・スペルマン、ロックフェラーの孫で最後の生き残り、祖父ジョン・ロックフェラーと幼い頃のデイビット1915年6月12日、ニューヨークのマンハッタン西54丁目で、いつおかずめの兄弟姉妹の末っ子として生まれる。祖父はジョン・ロックフェラー、父はジョン・ロックフェラー2世、初代、 ロックフェラーの孫のうち最後まで存命であったのは彼で2015年6月12日に100歳の誕生日を迎えた。国際キリスト教大学に留学していたことでも知られるジョン・ロックフェラー4世はデエビッドの兄ジョン・ロックフェラー3世の長男である。1936年ハーバード大学卒業ヨーゼフ・シュンペーターに指示し卒業論文のテーマはフェビアン教会であった。その後、 フェビアン協会が設立したロンドンスクール・オブ・エコノミクスに留学、同校で修士号を取得。また、同時期にルスのハロルド・ラスキの元に留学していた後のアメリカ大統領ジョン・カイ・ケネディと出会う。その後、シカゴ大学で経済学博士号を取得。博士論文は、ハーバード時代の恩師、シュン・ペーター、ルス時代のフリードリヒ・ハイエグ、シカゴ大学時代のフランク・ナイト、そして、 祖父のジョン D ・ロックフェラーに影響を受けていた。ニューヨーク市長、フィオレロ・ラガーディアの市長を務めた後、1946年に旧チェイス・ナショナル銀行に入行。ジョンソン大統領とデイビッド・ロックフェラー1961年にチェイス・マンハッタン銀行会長に就任し、1969年から1981年にかけて最高経営責任者となる。海外に 銀行事業を拡大し、世界各国の政財界に幅広い人脈を築き、それを活かして民間外交を活発に行い、東西冷戦最中の1973年にソビエト連邦に赴いて、ソ連初の米銀行支店、中華人民共和国に旅して、中国初の米コレレス銀行を設立し、三極委員会を創設した、2017年3月20日の朝、 ボカンティコヒルズの自宅で睡眠中、鬱血閉心不全により死去、101歳没。彼は1940年9月7日にマーガレット・マクグラスと結婚した。6人の子に恵まれたが、新日家として知られる。1972年、デイビッド・ロックフェラーは、オランダ王室にビルダーバーグ会議への日本の参加を打診したが断られたため、ズビグネフ・ブレジンスキーに日本が加わる。 会議の創設を提案した宮沢貴一、大北サブローラを招待した勉強会が開催され、翌年の1973年10月に三局委員会が誕生した。1978年に日本文化を伝える非営利団体ジャパンソサイティの名誉会長に就任。1988年の創設時から1990年まで、 高松の宮殿下記念世界文化賞の国際顧問を務め、その後名誉顧問に転じた。1989年にロックフェラー家がロックフェラーセンターを三菱辞書に売却した際、米国民から批判が巻き起こったが、デイビッドがその矢表に立った。1991年には、君一等随法省を受訓した。1994年に、 秋人天皇がニューヨークを訪問した際には自邸に招待した。2007年に11月に来日、回送録の出版記念会が都内のホテルで催され、出版記念サイン会がモマデザインストアにて催された。デイビッド・ロックフェラーの来日は、シティグループがサブプライム問題で大きな損失を被ったことと関係があるとする報道が見られた。 新生銀行の社外取締役を務めた、A.B. デビッド・ロックフェラー、フィランサラピストヘッド・オブ・チェイス・マンハッタン、ダイズ・アット・101ザ、ニューヨーク・タイムズ2017年3月20日、a b ロックフェラー家当主が、死去3代目デイビッドさん。朝日新聞、httpwww. 朝日 .com、アーティコルズ、 アスク 3P0BHVK3UB01THTML2017 年5月30日閲覧デビッドロックフェラーアット1 0 6ロックフェラーセンターロンチャーナウタイタンロックフェラー帝国を作った男日経 VP 社2000年党参照ジョンロックフェラー4世は民主党共和党のネルソンロックフェラーは社会問題ではリベラルな姿勢を見せたロックフェラーリパブリカンは ネルソン・ロックフェラーに由来する言葉である。フェビアン協会、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスは、ロックフェラー財団とも関係が深い。ロックフェラー解雇録新潮社、P127-ABCDE、デビット・ロックフェラー氏、死去101歳、新日課の銀行課。日本経済新聞。 h t t p w w w n i k e i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasgn21h0dr20c17a300 万2017年5月30日閲覧 abcd デイビッドロックフェラー氏が死去101歳3代目当主世界文化賞名誉顧問産経新聞 http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ170321スラッシュ wr170321 0001-n1.html2017 年5月30日閲覧 The History of J.P. Morgan c h a s e and CEO www.jpmorganchase.com2017 年12月19日閲覧 d ロックフェラー氏、死去101歳米油王最後の孫写真4枚国際ニュースアフプブニュース2019年12月21日閲覧日本経済新聞2008年1月21日来日時の出版記念パーティーには 国企人の小型貞子ほか、ヒ枝久志代表取締役会長、川口淳子らが出席した2007年11月19日、2007年11月26日、ティグループは75億ドルの融資をアラブ首長国連邦のアブダビ党首長から受けることを発表しているに上場しており、漢字証券会社は野村証券と2008年1月29日に、 シティグループが三角合併によって子会社化した日光コーディアルグループであった。ロックフェラーカンパニー社は日光コーディアル証券の投資信託の運用を担当しているフォーブスド c o m a a ウェル o オブネームス、奥村光一の解説デビッドロックフェーラー s ビートルコレクションセルチャブルデータベース日本経済新聞2000年2月21日号ありがとうございます。